強すぎて原作に登場できない悪魔の実、熱々の実、ノンアッチーノが持つパラミシア系悪魔の実、熱々の実、それを口にした者は全身を高温にする高温人間になります。この能力が何と言ってもえげつないのは、最高1万度まで体から高熱を発することができるようになること。1万度というとピンとこない温度ですが、太陽の表面温度は6000度と言われており、太陽より余裕で熱いです。この高温で触れたあらゆるものを一瞬で溶かしてしまいます。また液体である溶岩の中でさえも彼にとってはぬるま湯程度で平気で使っていられる描写があり、海軍元帥赤犬も真っ青でしょう。赤犬が言ったメラメラの実の上位互換、マグマは火を焼き尽くすというのはドンアッチーノの前ではザレ言かもしれません。ただし熱々の実はパラミシア系であり、マグマグやメラメラのロギア系とは違い、実体があることや熱々の実は体表が1万度に達するだけで触れなければならないなど一概に強いとは言えません。ドンアッチーノ自身は1万度で周りも熱くなるものの、ルフィは近距離で生存できていたことから周りはそれほど高温にならないのだと思われます。